ビビン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。本日はね、今動画を編集していて、で、まあ、ちょっとね、最近あったお話とかをしたいなぁ、なんて思って、動画を回してみました。今ね、動画の編集をしてて、ちょっと、この後ね、いっぱい動画が上がるんですけど、こんな感じで今編集してて、サムネイル作ったりっていう感じで。で、今の動画のね、素材を入れて、BGM 入れて、で、最近もうほんと字幕全然つけてないから、この動画も全然多分字幕つかないんだけど、その字幕なしでね、私が今こうやって喋ってるのを、編集してるっていう、まあ結構簡単な編集をね、ずっとしてるんですけれども、まあ編集をしててね、いろいろ思ったこととかがあって、よかったらコメントいただければなというところでございまして、最近私ね、毎日動画を上げてるんです、本当に。今はですね、夜8時に公開するように、毎日動画を上げてます。まあたまにちょっと時間帯をずらしてるものとかもあります。が、もうほぼ基本的には全部8時。夜の8時に1本動画が上がります。で、大体その動画のね、ものが、本来さ、これ思ったんだけどさ、こういう撮り方するんじゃなくてさ、なんて言ったらいいんだろうね。パソコンの画面をキャプチャーするべきだよね。なんだけど、こうやってね、スマホ片手にね、撮ってるんですけど、まあ、こんな感じでね、ちなみに今撮ってるのがですね、5月の28日。で、今予約公開になってるのが、リントの1日っていうのをこの間ね、動画を撮っていて、ほんとね、1日ごとに上がってるんだよ、こんな感じで。7月29、そうで7月28、27、26、25、24、23、22、21、20、20、19、8、18みたいな感じで。で、たまに1日抜けてるところとかもあるんですけれども、基本的には本当に毎日1本上げてて、こんな感じでね。ほら。こんな感じで上げてて。で、もうね、この毎日投稿に変えてから、多分ね、6月、5月の終わりぐらいからほぼ毎日投稿みたいな感じで上げてて、ですね。うん、こんな感じで上げてて、そう、そろそろね、マジで、ね、800本いくんですよ、これ、動画の本数が。で、そろそろ、まあ、動画の本数自体も800本。多分800本目がこれかな？だからどれだろう？やっぱり動画がありすぎてね、ちょっと遡れないね。はい、っていう感じでね、いろいろ動画を今作ったりしてるんですけれども、まあ、皆さんにね、今聞きたいことで言うと、毎日動画上げてますけど、こう見てくれてる方って毎日動画見れてますかね？なんか毎日の動画はちょっと本数多すぎてカロリーが高いなって思う方いらっしゃらないです？できれば2日に1回とかにしてくれると追いつきやすいとか、めっちゃ動画上がるから追いつくだけでも大変でなかなか見れないのよねって。いう人とかいません？動画によってなんですけどね、見ていただくとわかるんですけど、これね、29分あるの、これ。で、29分あって、この辺10分とかでしょ？まあ、5分の動画とか2分の動画とかもあるんだけど、大体がね、ちょっと、まあ、この辺ね、この動画ひどいよね。酔っ払いの私ですよ、リントさんね。24分ダラッダラと話しただけの動画。これね、いつ撮ったか記憶にないんだよ、本当に。もう記憶になかったけど、録画した日を見て、おお、この日に録画してたんだと思いながらね。っていう感じで、だいたいね、10分前後の動画なんですよ。ただ10分とはいえどね、1日のうちの10分ってやっぱり貴重な時間だったりしますから、皆さんのお時間をいただいてる、まあ見ていただくっていうところでね、いただいている状態にもなるので、正直どうですか？ 2 日に1本ぐらいにしたらとか、そっちの方が見やすいよとか、いや、全然毎日にしてっていう感じなのか、そこをね、ちょっとお聞きしたいです。で、完全にもう、ほぼほぼペット動画、ペットチャンネルになってます。
ペット以外の動画が上がる方が多分珍しい。コレクションの動画もたまに上がるけど、基本本当にうちの子の動画ばっかり上げてるから。で、日々のねちょっとしたこう仕草の変化だとか、こういろいろね細かい変化がうちにはございますので、その変化をね、まあ、見ていただいて、うちの子の成長っていうのをね、皆さんに見ていただければなっていうチャンネルを目指して作っているので、まあ、なんか、自分ちの子じゃないけど、いや、なんかリントさんちの子、なんかうちの子みたいで可愛いわみたいな感じでね、見守っていただけるチャンネルを目指しております。で、皆さんどうです？二日に一回の方がいいか、毎日がいいのか、ちょっとそこだけお聞きさせてください。実際ね、ちょっとどう皆さん撮られているかがわからないので、よかったらこちらの動画にコメントをください。毎日がいいのか、二日に一回がいいのかっていう感じでございます。ちょっとね、こんな感じで動画は全然上げていくんですけれども、で、動画もね、いっぱいストックしてるのがあるので、これからまだ編集頑張っていこうかと思います。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。そして次回の動画を見てくれると嬉しいです。ということで本日は以上となります。以上、リンツでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。